CH2020、 今週もお付き合いいただきありがとうございました。さあ今日の YouTube のトークテーマなんですが、上越市のフェリックスさんから、今日は小学校開校の日ということで小学校の思い出をトークするなんていかがでしょうかといただきました。小学校の思い出といえばですね、私岩手県大船渡市の出身で、結構ね山の近くに住んでたんですよね。でいつもの登下校ルートを少し外れて山の中を歩くルートっていうのもあったんですけど、そこを通った時にすごくね、黒くてツヤツヤの綺麗な実を見つけたんです。でこれはきっとオリーブだと、うちにあるオリーブオイルのパッケージに書いてあるブラックオリーブにそっくりで、あ、これはオリーブだ、拾ってお母さんに渡そうと思って、まあ、結構片手に一杯ぐらい拾っていったんですけど、家帰ったらお母さんに、あんたそれカモシカのフンだべって言われて、そう、フンとオリーブを間違えたっていう残念な思い出ならありますね。あと多分いろいろあったと思うんですけれども、一番印象深いというか小学校の時やってしまったなっていうのはその出来事かなと思います。すいません、なんかちょっと汚いお話でね。ぜひまた YouTube でこんな話聞きたいよとか、こんなことやってほしいっていうのがあったら教えていただければなと思います。今はねまだやっぱり一人での YouTube になってしまうんですけれども、今度は千景さんが見てみたいとかそういうリクエストもあったら、番組のメッセージ宛てにお寄せください。今週もお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。